ということで、サッサイヤという、これはなんだ、どこのワインだ、これは。イタリアのワインですね。イタリアのワインです。どこで買ったかと申しますと、上田というか、まあ僕の地元なんですけど、に、めっちゃうまい、その飯と、ワインを出す店があってね。でそこが、基本、そのワインも、ナチュラルワインを出すんですけど、もう店で出すワインを、普通になんかワインショップじゃないですけど、なんかもう売ってるんですよ、店で。で、それを買ってきたんです。サッサイヤ2017。ミネラル豊富な火山性土壌の畑で、極めて自然な農法により栽培されたブドウを使い、温度管理も行わず、野生酵母のみで発酵させたワインです。そうなんです。ナチュラルワインです、これも。はい。では。うわ、久しぶりだな、これな。いや、確かなんか、まあ、こうやって、まずこのラベルをこう。そうそう、ラベルをまず剥がします。したら、これの出番です。うわ、懐かしい、これバイト以来だわ。大丈夫かな、ちょっと久しぶりすぎて、あっ、やばい、焦るな、ちょっと久しぶりすぎてね、あ、大丈夫かな、まあ大丈夫か、こう、まあねじ込みますと、やべ、ミスったか、これ。うわ、ミスったかもしれん。あ、じゃあ、これ刺しすぎた。あー、ミスった。うわ、ミスったわ、これ。刺しすぎた。ちょっと待って。これ、リカバリーかな？あ、いける。ここでテコの原理でね。ぎゅーっと。わあ、でも、ダメだな。久しぶりにやったら。うわ、これは。入ったかな、うわ、ちょっとハス入っちゃったかな、ミスったね、完全ミスった、こんなところまで刺しまったかな、あ、ミスったな、完全にミスった、いや久しぶりに使ったなこれ、が入りましたけど、うん、あ、うまっ、これはうまいわ、これ俺好き、わ、これうま、さっさいや、これうまい、この間開けたパラスコスは最後にちょっと癖があるって言ったじゃないですか、ちょっとこうなんだ、樽っぽい感じの味がするというか、ウイスキーっぽい味がするというかなんですけど、これはマジで超すっきり、
めちゃごくごくいける系。あーうまっ。俺はこういうの好きなんですよ。ごくごくすっきりいける感じの、さっぱりすっきりみたいな、甘口じゃないんだけど甘みもなくて、あ美味しい。これうまっ。あこれ好きや、これリピートしたい。さっさや、すごいスッキリしてるし、変に癖もないしね。これうまいな。これおすすめですよ。3000円ぐらいでしたけど、あのね本当に、あこれはうまい。これ好きです僕。なんかあれじゃないかな、あんまりなんかワイン得意とかいう人じゃなくても結構飲みやすい気が僕はします。まあ結局好みなんだけどね。これめっちゃ好きだ。これこれうまいな。あかんな、これガブガブいっちゃう系のガブガブけん、ガブガブくんですねこれ。ちょっとね、それなんか微妙に微発泡なのかな。ちょっとシュワッと気持ちシュワッとするかなみたいな。めっちゃいいなこれ。ミネラル系っていうのかな、これミネラルウォーター系というか、あこれガブガブいくわ、何回も言うけど。あ美味しい、癖もなく。いや今日はね、まあちょっと疲れたし、さっきジム行ってきたんですよ。実話の話、ジム行ってきたんだけど、今日はねあんまり泳ぎませんでした。 500m くらい。というのもまあちょっと肩が張ってたっていうのもあるし、あんまりね無理してなんか体痛めるよりはまあいいかなと。じゃあなんか今日珍しく、そのいっつもそのジムのプールって3レーンあるんですよ。3つで、一番左がもう歩く専用ウォーキングコースで、真ん中がなんかこうゆっくり泳ぎたい人用みたいな、途中で立ってもいいですよみたいな、まあ休みでもいいんで、まあゆっくり泳ぐ人で、一番右がもうスイスイコースみたいな、もうガンガン泳ぐ人よみたいな、上級者みたいな感じになってるんですね。でなんだけど、俺がいつも行く時間帯ってなんかもう大体コースっていうかクラスが入ってるんですよ。クラスがだから、インストラクターの先生が来て一番右のコースでを使ってなんかこうエクササイズみたいなやってて、で基本だから泳げんの真ん中のコースしかないんですよ。だからその時間帯に行くと、もう、こう、普通に泳ぎたい人は真ん中のコースに集中するみたいな
したら今日そう、なんか珍しくね、女の人が2人とも、2人いたな、女の人が。そのガンガン泳ぐコースに。初めてでした。でね、なんかね、やっぱね、一つのレーンをさ、右側通行で泳いでいくから、やっぱね、3人とかになると結構ペースが乱れるからね、今日ちょっとなんかやりにくかったですね。2人とかだったらいいじゃん。って泳いでればいいから。3人になるとそれがさ、またなんかこう、ちょっとね、また、おのおののスピードとかリズムもあるしさ、なんかちょっとね、微妙やなっていう。でもまあクラスやってるから仕方ないと。なんでまあ今日は軽めにしときました。